こんにちは、うんちゃんでーす。今回もジャンプチーやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、こちらの、選べるチケットと、10連星5確定チケットを引いていこうかなと思います。はい、ということで、一応ね、皆さん知ってるとは思いますけど、取り方を紹介しておこうかなと思います。まずこの画面からお知らせに飛びます。お知らせに飛んだら、はい、こちらの特設サイトに飛んでください。飛んだらね、上の方にね、チケット手に入れるってやつと、あとタイピングゲームをまあ適当にやって、ツイッターとかかなにツイートするとまあもらえるって感じですね。はい、ということで、こんな感じでございます。はい。ということで、星5チケットから引いていきましょう。2018年って結構前だよね。出現一覧見させてください。何が出るんだろうね。2018年でしょう。もう最初の方のキャラがいっぱい出るってこと？悟空とベジータしかいないね。めっちゃ古いんだ。まあいいか。じゃあ引いていきたいと思います。いや、綺麗だね。この、虹だけ。新キャラ、嬉しいかも。これは、あ、持ってる。これ持ってないね。お、ボーボーボー。お、ニュー。いいね。そして、剣心。え？剣心？黒子。太鼓棒。ほう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 。はい、ということで、新キャラ結構当たりました。じゃあ、一個一個見ていきましょう。ノエルですね。回復力 75% ダウン。ああデメリット付きか。で、314% のダメージ。複製性2個減らす。なるほど。毒ダメージ軽減。ほう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 。こんな感じですね。はい、次、ターちゃん。反撃の場合 110% の追加ダメージ。なるほど。おお、友情技封印のターン数を1短縮。レジェンドゲージ 60% 以上の時、1個減らす。なるほど。ボーボーボーは、攻撃力ダウン。軽減。なるほど。クロコはどうだろう。ダメージ軽減無視。爆弾解除。ああ、これサポートで使えそうだね。まだ。なるほど。こんな感じか。マヌケ策。いいのかな？反撃。ああ、攻撃力アップ。毒無効ですね。なるほど。アニアか。ルーキーズのキャラですね。ダメージ軽減無視。レジェンド2%。なるほど。呪い短縮。そして、高速解除。あと、ハートプチは赤。なるほど。こんな感じですね。はい。ということで、星5ガチャはこんな感じでした。最後、選べるチケット。行きたいと思います。いやー、どれにしようかね。結構ね、悩んでたんですけど、まあ、ね、ネットとか見ると、エンデバーがいい、みたいな、ね、そういうのが多かったんですが、まあ、とりあえず、やっぱね、
ドラゴンボールのキャラを揃えたいので、バードかなと思います。ね、黄色がね、ほんと多いんで、本当は嫌なんですけど、でもドラゴンボールのキャラが一番欲しいので、バードから、とりあえず、獲得していこうかなと思います。またこういう機会があったら、まあ、その中でね、一番強いキャラを選びたいと思います。ということで、今回はバードをもらっていきたいと思います。しゃ、やったぜ。はい、バーダクゲットしました。こちらも頑張ってね、12まで上げたいと思います。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。